皆さんこんにちはえ、絵画高等買い取りプロでございます、えー、こちらえ、志田俊曹さんの、えー、合集ですけれども俊曹、えー、といえば、えー、まあ 黒いい猫もも有名でございますけれども、えーまあ、横山大観とです、ね、一緒に岡倉天心の下でですね「盲路隊」を実践したことで非常にまあ評価が今でも高いわけですけれども、えー、中でもまあ裁判に書かれたこういった「白い猫黒い猫」のシリーズなんていうのはです、ねまあ、私もまも長年やっておりますけれどもオークションに出たのを2回か3回ぐらい見ただけでめったにこの「猫の図」というのはまあお目にかかることがないんですけれども。 えーまあ、美術館なんか言いますとですね福井県立美術館さんなんかもまあお持ち滋賀これは滋賀県美ですけどもいろんな美術館にこの落ち葉ですねだいたい明治38年から40年ぐらいにかけて描かれたこういった落ち葉の屏風なんていうのも代表作で残っておりますけれどもあとそうですねあの意外にこう鳥を描いたですね この左側ですね、これは、まあ、鳩を描いた図ですとかねこういった、えー、霧に、えーまあ、賞金がいるような図霧の木にですね、賞金がいるような図っていうのも結構書かれております。 まあ残念ながらです、ね、春騒は36歳の若さで創生してしまうわけですけれども、まあ、もっと長生きしていればです、ね、横山大観を超えていたのではないかというぐらいです、ね、まあ、期待の大きかった方でございます。ただ、かえって品数、生涯残した作品が少ないということもあってです、ね、現在の日本画の中でも、やはり下春騒の希少な作品というのは、高値で取引されております。 海にですねあの打ちつける波、白い波しぶきが上がるような図も、ですねやはり今でも非常に状態が良くて、ですね大きいものですともう1000万円を超えるぐらいの値段で、お取引ももちろんされたりもしておりますし、ちょっとした商品、秋の落ち葉を変えたものでも、ですね春草らしい作品は何百万という値がついております。ぜひ、菱田春草先生のお作品お持ちでしたら、まず評価のご相談、私どもにお任せください。現在石田春の公的な観点はですね東京 美術クラブさんで、えー、行っておられます、えー、上村松園と静田俊総はですね、えー、ちょっと値段が高いんですね あの普通の一般的な作家はですね、大体東京美術クラブさん、6万円で鑑定と鑑定証書発行をやっておられますけれども、春蘇の場合にはですね、あと2万円高いんですね。あのやはりいろいろ調べるのに、手間と時間がかかるということも一つあるみたいですけれども、ちょっとその辺が高いということもポイントでございます。いろいろ親身にですね、いろんなご相談にも応じておりますので、こういった春蘇先生の作品をお持ちでしたら、ぜひ私ども、まずご返、えー、お電話いただき いきたいと思います絵画骨董買取プロではあ日差俊雄先生のお作品も丁寧に扱っておりますえぜひこちらのフリーダイヤルをお問い合わせくださいえ鑑定も含めてお値段も含めてですねえきちっと丁寧にご案,ご案内しておりますのでえぜひ皆様お電話お待ちしておりますよろしくお願いいたします